ーロゴエアバス A320 型機エアバス A320 型機の機内タイガーエアはかつて存在したシンガポールの格安航空会社。2017年7月25日スクートと統合した。2003年シンガポール航空がタイガーアビエーションに49%出資してタイガーエアウェイズとして設立。シンガポールチャンギ国際空港のターミナル2を利用している。 2007年、タイガーエアウェイズオーストラリアを設立し、就航。同年11月、韓国のインチョン市と提携し、格安航空会社を設立する計画を公表するが、後に撤回。2014年1月8日に、フィリピンのセブパシフィック航空と戦略的提携を実施すると発表。両者の路線網について、インターライン提携によって、相互に予約、販売。 乗り継ぎが可能となり、ネットワークを拡大することで、利便性が高まることとなった。また当社が、フィリピンに置く、タイガーやフィリピンの株式40%を、セブパシフィック航空に譲渡し、タイガーやフィリピンを100%個会社化した。2015年、シボゴへとブランド名を変更した。同年11月、シンガポール航空によって、完全個会社化された。 予約システムは2016年5月頃を目途にスクートと統合する予定。2016年11月4日に2017年後半に予定されているスクートへのブランド統合が発表された。タイガーアヤはこのブランド統合に伴い消滅する予定である。2017年6月15日に2017年7月25日から スクートへのブランドへ統合されることが発表された。スクートがタイガーエアに統合される形となり、社名はスクートタイガーエア運行ブランドはスクートとなる。7月14日、日本の国土交通省より外国人国際航空運送事業の経営許可を得た。2017年7月現在、ありがとうございます。